さあやってまいりました、2019年面白かったゲームアプリランキング、今年もまたね実況解説務めさせていただきますのは、この私フレッシュスバルくんです。よろしくお願いします。2019年このゴリラカートじゃねえな、マリオカートツアーしかり、ポケモンマスターズだとかですね、ドラゴンクエストウォークとかこうたくさん面白いゲームアプリが出てきたわけですよね。まあ、その中でこう特にこう俺の心に響いたゲームアプリを、まあ、今回紹介できたなと思います。頑張ります。あ、第5位パファン。2019年3月に配信された王道 RPG アプリのエバーテイル、120円の、ね、有料のゲームアプリなんですけど、まあ、発売日から4日で10万ダウンロードを突破し異例のヒットを記録したこの、まあ、RPG アプリで、主な遊び方としては基本的にモンスターを育てて、ストーリーを進めて、で、リアルタイムのね、対人戦なんかも、こんな風にこうできたりとかですね、まあ、するっていう、まあ、そんなゲームですね。まあ、割とこう、よく見るんじゃないかなっていう、そんな RPG なんですけど、戦闘がね、ちょっと面白くてですね、4とか19とか24とか25とかこう書いてあると思うんですけど、これもう攻撃する順番のことで、このキャラクターが、今、ポイズンアタックっていうのをやろうとすると、130秒かかる。ので、攻撃する順番としては一番端っこになるんです。でもこれが、まあ、ないですけど、10とかだったら、この、4って書いてあるキャラクターの次に攻撃できるようになったりとか。で、スピリットっていう、まあ、技を出す時のコストとかもあったりとかするので、それを上手にこう管理していくっていうのがね、これまた一つこう面白いところですね。うん。ポケモンみたいにですね、こう、20% とか 17% とか書いてあるんですけど、これでこう、アタックすると、20% の確率でキャラクターが手に入るっていう。なんかこうドラクエモンスターズみたいなね。なんかそんな感じですね。ピシューンって。ね、こう。で、今こう 20% だった。あ、そう、逃げ出しもするんですよ、よく。なんかそういうちょっとポケモン的な要素もあるっていうのがね、ちょっと面白いですね。まあちょっとね、ガチャが渋いところはあるんですけど、結構面白いゲームなんでね。普通にストーリーもいいですし、そういうシステム自体も結構戦略的なので、興味のある人はぜひプレイしてみてほしいです。第4位てでてってって2019年8月に配信されたてっぺん。最初ね、なんかお山の方のてっぺんを目指すゲームなのかなって俺思ってて。なんだけど、どうやらね、違うと。ね、カードゲームらしいっていうのをこう聞きまして、ね、やってみたんだけど、意外とね、面白くてですね、どういうゲームなのかっていうとですね、まあ、カードゲームっていうのは基本的にターン制じゃないですか。なんですけど、てっぺんだと、こう、リアルタイムのバトルになっていくんですよ。で、相手のライフを30先に減らした方が勝ち。ね、まあ、これはよくあるカードゲームのルールなんですけど、ちょっと変わってるのがですね、こう、MP 消費でまあカードを出していくと。で、その矢印がですね、こう、到達したら、まあ、攻撃が開始されると、いうことなんですよ。矢印がこう、徐々に、こう、相手に、フィールドに到達するまでちょっとラグがあって、で、まあ、見ての通り分かると思うんですけど、まあ、カプコンのキャラクターがこう、バンってこう出ててまして、ね、もう語彙力がないんですけども。で、ストリートファイターだとかですね、まあ、バイオハザード、ロックマンとか。で、モンハンのね、モンハンもこう、カードとして出てて、もうリオレースとかがね、こう、まあ、プレイヤーキャラクターみたいな感じでこう出てるんですよ。ストリートファイターとかバイオハザードとかロックマンとかって、こう、一応喋るのよね。キャラクターだし。だけど、そのリオレースっていうのはこう、って、そういうだけなんだよね。だからね、ちょっとね、なんかもう、人外がね、一人いるっていう。そんなゲームです。第3位バラララン!オルターエゴ2019年1月に配信されましたこの性格診断×ゲームね、自分探しタップゲームっていうね、なんでゲームで自分探しをしてるんだっていうね、そんなね疑問はあると思うんですけどね、これはねちょっと面白かったんでね、ちょっと紹介していきたいなと思います。エゴっていうアイテムを集めて、三月期とか羅生門とか本を解放させて、そのエゴを集める効率を早めていくと。で、集めたエゴをこのミステリアス美女の S ちゃんから性格診断をねしてもらって、 S ちゃんに判断してもらうっていう、そんなゲームです。この物語はどういう結果だと思いますかと、こう、それ自分はどう思うかみたいな、こう
で、ちゃんとしたこう性格診断をしてくるわけですよ。で、このミステリアス美女のね、S ちゃんが性格診断をしっかりとやってくれて、で、後でこう見返して、あなたはこういう性格だよねみたいなことをね、言ってくれるんですね。斬新でね、ちょっと変わってたんでね、今回はね、第3位として紹介させていただきました。第2位てらら COD 2019年10月に配信された、もうこれを語らずとして2019年終われない、コールオブデューティーのですね、モバイル版ですね。遊べるメインモードってすごい多いですよね。で、5vs5 に分かれて、まあ、時間内に多くのスコアポイントを稼いだ方が勝ちという、こうルールのね、チームデスマッチとかですね。まあ任しておきな、平成のスナイパー、オッケー、よしで、バトルロワイヤルモードとかですね。で、このね、バトルロワイヤルモードっていうのがね、めちゃめちゃ俺はすごい面白くて、んで、ヘリコプター乗れるんですよ、ヘリコプター。なんか PUBG とか荒野行動とかこうね、こう地上戦だけど、こう空も飛べると、ブロロ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 ロって言ってね、すげえ楽しくてちょっとね、バトルロワイヤルハマってたんですよ。あーやばい、爆発するやばいやっぱ一つのゲームだけでね、結構長くね、もうがっつり遊べるんで、ね、スタミナもないですし、ぜひなんかプレイしてほしい。2019年で配信されたゲームの中ではね、本当にもうトップオブトップぐらいでおすすめできるゲームなので、ぜひとも遊んでほしいところでございます。行くぜー、ババ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 。あ、これ火炎放射器か。ブォー、死体処理に反なんで僕。さあ、気になる第1位、パーラララスカイ、星を紡ぐ子供たちと、2019年7月に配信されたアドベンチャーゲームのスカイ。これはね、本当に僕の中では2019年で、ね、マジで面白かったゲームですね。で、これね、どういうゲームなのかと言われるとすごい難しい。その目的地もないし、どこへ行けっていうのもないんですよ。言葉もない。キャラクターも喋らない。で、何が面白いのかってね、これの説明だけだと、思うじゃないですかね。そうなんだけど、そのなんとなくでこう進んでいくんですよ、ゲームがね。です、こう、まあ一応そのステージね、各ステージにいる精霊っていう精霊がいてね、うん、精霊とは何ぞやっていう話なんだけど、俺もわからんんだけど、なんか幽霊みたいな。で、その精霊を触れ合って、まあ物語が進んでいくっていう感じで、まあ進行していくんですけど、もうグラフィックも綺麗だしさ、ちょこちょこテク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 ってこう歩いてく感じもね、こう可愛いしさ、なんかいいねって思ってすごい楽しいんですよね。で、一応ステージにはね、他のプレイヤーもいて、で、エモートで基本的にやり取りをしていくんですね。まあ一応チャットもあるんですけど、基本的にはエモートでやり取りをしていくっていう感じでね。でね、やっぱね、こう可愛いんだよね。こういう、こう、感じのね、ちょっと、幼い子ね。可愛い小学生みたいな。ちょ、俺、ロリコンじゃないよ。ロリコンじゃないけど、なんかこういう、さ、こういう感じのこの、可愛い子が来てね。で、こう、一緒に遊ぼうみたいな、こう、感じで、こう、謝ってね、友達になってくださいみたいな、フレンドになってくださいみたいな、こう、ペコペコ謝ってくる感じ。なんかすごい、不正を刺激されるよね。ほんとね。なんか、すごい、あーって、いいねって、かわいいねって、なんか、なるんですよ、本当に。なんかね、娘ができるってこういう気持ちなのかなって、思うよね。で、まあ、ほんとね、この着せ替えもできて、まあ、自分らしいね、コーディネートもできるし、ほんと、一度はね、プレイしてみては、損はない、ゲームだとね、思うんで、ぜひとも、プレイしてほしいゲームです。2019年っていうのは、原作があるね、有名なゲームだとか、漫画のね、スマートフォンゲーム化が進められた年だなんていうことを言われていて、
まあ今回挙げた COD もね、そうですし、7つの大罪だとか、マリオカート、ポケモン、ドラクエなんかもそうですよね。で、まあそんな中でですね、一風変わったね、風を吹かせてくれるスカイっていうのはね、本当に良かったなというふうに、個人的には思っていて、本当ぜひともね、遊んでほしいゲームですね。で、僕ね、やっぱスマートフォンゲームが好きなんですよ。で、最近ね、自分でね、スマートフォンゲーム作ってみようみたいなことを思い始めまして、まあ、絶賛ね、今、プログラミングスクールに通って、プログラミングを勉強してるんですよ。でね、まあ、その過程なんかも、こう、報告したりとか、その、スマートフォンゲームをね、もしね、毎日作ったら、ね、動画で報告して皆さんにね、遊んでもらいたいなと思ってるんでね、ぜひチャンネル登録の方、まあ、していただけると、まあ、大変嬉しいです。はい、長い時間ね、お付き合いいただきありがとうございました。バイバイ。